浜尾信は、明治時代から、大正時代にかけての日本の教育行政官、政治家、旧都洋化藩士、死者文部省専門学務局長、元老院議官、東京帝国大学総長、文部大臣、高等教育会議議長、東宮大部、貴族院議員、数密顧問官、数密院副議長、議長、内大臣を歴任した。2年4月20日。 田島豊岡藩士、浜岡平次の子として、豊岡に生まれる。署名は平次郎。1869年9月に、藩比留学制度により、21歳で、芝新前に座、慶応義塾に入学する。同窓に、中見川彦次郎、村尾真一、吉村虎太郎、矢野文雄、藤野善造、真山木倉、秋山常太郎、名古屋六都、小林雄七郎。 城仙太郎、森下くす、坪井千次郎、後藤薪太、鮫島武之助、日高宗之城、近藤義重、田尻稲次郎、穂住虎九郎、長田健介、中村定吉など、慶応義塾に在学中、慶応義塾の派遣教員となって一時、高島学校に赴任する。他、本所の村上秀俊から、フランス語を学ぶ。1872年。 文部省に出資し、大学南校の中間児となる。1873年から1874年にかけてアメリカ合衆国に留学し、オークランドの兵学校に学ぶ。帰国後の1874年に、改正学校校長心得となった。1877年、東京大学が設立されると、法理文三学部総理補として、同郷の法理文三学部総理。 加藤博之を補佐した。1885年11月には、学術制度取り調べのため、ヨーロッパ各国に出張した。1889年、東京美術学校の創立に際し、校長事務取り扱いを拝命する。同校の幹事は、岡倉格造。1890年に、文部省専門学務局長となり、農省務省主管の東京農林学校を、 帝国大学に合併することを推進した。同年9月には、貴族院議員となっている。1893年、帝国大学第3代総長となる。在任中の1897年6月、京都帝国大学の創設に伴い、帝国大学は東京帝国大学に改称されている。1897年11月6日、八須賀持明に代わり、 第二次、松方内閣の文部大臣となり、翌1898年1月12日の内閣、総辞職までその任に当たった。その後、高等教育会議議長の地位にあったが、1905年12月には、東京帝国大学の総長に再任され、富津事件の対処などに当たった。総長在任中の1907年、日露戦争の後により、断釈に助釈された。 その後館、数三顧問官、トーグルダを歴任する。1921年には死釈に昇釈する。1924年には、数密院議長に就任した。1925年、内大臣、平田東介が病気辞職した際、同日、牧野信明が就任するまでの間に、臨時代理を務めた。 ス密ミツイン議長を務めていた1925年9月24日に、小石川区金富町の自宅の庭を散歩中、枯葉を焼いていた焚き火の穴の中に落ち、全身に火傷を負った。その後東京帝国大学病院に搬送されたが、翌9月25日に死去した。葬儀は、帝外行動において、大学葬として、新式で行われた。男子はなく、 浜尾史郎を養子に迎えた。東宮寺住を務めた浜尾実、カトリック数奇教の浜尾文雄は、それぞれ史郎の子で、真からは孫にあたる。文部大臣就任当時の肖像、浜尾真の墓、東大本郷キャンパスの浜尾真像。ありがとうございます。